ございます。ジンムです。今日は島訪問です。今回お邪魔しているのはタバネさんの卵マヨトーストなんて美味しそうな名前なんだ。こちらの島はくすみ緑がとても美しい、たくさんの自然が溢れる島ということで、ツイッターでお見かけしてお声かけさせていただきました。それでは早速島巡りやっていきましょう。まずこの案内所前の入り口からすごく独特な空気が漂っておりませんか？緑あふれる道の中に軽自動車や歩行者信号機が、歩行者信号機実際に設置されているところをまじまじ見たの初めてなんだけど、ちゃんと赤信号に切り替わったり、赤がチカチカして緑に切り替わったりするんですね。細かい。そちらをうまく活用した案内所前の横断歩道となっております。ところどころに生えている雑草が自然に侵食された街並み感があって素敵ですよね。緑の道の上に緑の苔むしたレンガのマイデザインを配置することでごちゃっと感をプラスしている様子です。すごいこの発想。さあそのまま手前に進んでいくと、お、早速海岸に出ました。待って、埴輪さんがプープーしてる。からの右側には売り地が、ここめっちゃいいんだけど。ペグとロープを活用したタヌキチが管理する売り土地。このマイデザインがなんとも少し錆びれてて素敵ですね。あとメープルちゃんが防御。ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでいってくださいね。ガオー、メープルちゃん可愛いお顔に、その迫力のあるボイスかっこいい。バインバインがここで演奏してるのもいいね。島主さんがいくつ島を巡るための手持ちアイテムを置いといてくれたので、じゃあタヌキ開発バルーンを持ってお出かけしようかな。こういった小さいスペースにもご座の上に埴輪を置くなどして、古本売り場かなを表現しているのもとっても可愛いです。さらに左に進みますと、あ、ここはキノコランプを使った住民さんのお家周りかな。ところどころにウサギのガーデンオブジェをね置いてあるところも、自然なんだけどどこか人工的なものも置いてある街並み感を表現されていて、独特の世界観が最初から広がっているって感じます。この森の中を通り抜けると光苔のスツールなんかも活用されて、いや本当に緑がいっぱい。うわー、ここ綺麗。たくさんの緑家具の中にドドンとねガゼボが置いてあるところがとっても印象深いですよね。自転車が置いてあるところもストーリー性を感じさせる。このテラコッタ風のマイデザインの道がファンタジーも彷彿させますよね。あ、パンジーのテーブルも、ここめちゃくちゃ可愛い。お花の獣道マイデザインプラスパンジーのテーブルの白リメイクを活用した緑の中に白が映えるエリア。いやもうほんと可愛いって言葉が溢れちゃう。好きすぎる色バランス。本当にこの島は島全体が色味が統一されていて、歩いてるだけで心が安らぎますよね。あー、キッズテントのキャンプ地、天体観測もできるのかな。からのエイブルシスターズ。果たしてこの緑の中にどう馴染ませているのか。おお、わ、なるほど。周りに大きな鶴を配置することでエイブルシスターズのちょっと明るい色も馴染ませている。後ろに建ててあるお城の壁も唐突に建物が現れないように自然な感じに配置されているところがすごすぎる。今度はこっちの斜めの橋を渡っていくと、あ、またなんか違った雰囲気の道が出てきましたね。今度はレンガの獣道かな。でも周りがモサモサっとしていて自然な感じが保たれている。あ、待って、わー、すごい炭鉱が出てきました。おー、大きなトンネルからトロッコが出てきております。この線路のマイデザインもめちゃくちゃすごいですね。いろんなマイデザインを使われているけれど、どれも組み合わせ方が本当に素敵で、この島の色味の統一感をぐっと引き出していますよね。あー、鶴はこんな色にもリメイクできるんですね。あー、掘る場所も可愛い。麦畑が隣にはあって、小さめな畑が設置されています。少し戻って見えたお城の門をくぐって、見るとこの先にあるのは、あ、釣り堀が何の音かと思ったら埴輪が釣りしてる。箱を活用した釣り堀スペースがめちゃくちゃ可愛い。そして
で、右側には小さな食事スペース。このランチョンマットの上にさ、食べ物がポンって置いてあることで、ここでの食事風景が目に浮かぶ。あ、ここはなんか梨の果樹園的な感じかな。あ、梨の看板ある。めっちゃかわいい。梨この島に本当にぴったりですね。待って、ここに梨のクローゼット祭り。開催されている。梨のクローゼットこんな風に背景に使ってるところ見たことないよ。このアイディアに脱帽ですね。少し戻ると矢印が2つ。左から行こうかな。うさぎさんが線路沿いにおったり。じゃあチーフくん。チーフくんが、待って、チーフくんの画王が映ったんちゃう。ヤンカ、いや、チーフくんはヤンカやったわ。メープルちゃんにチーフくんの顔が映ったかと思ったけれど、そうではなかった。炭鉱がね、たくさんあって、うわ、すごいここ。急に黄色の色味がパッと現れたかと思いきや、石の採掘場がありました。いやー、すごい好き。なんて言えばいいんだろうな。本当に。物語性を感じるというか、ここで過去に誰かがたくさんの鉱石を取っていたんだなって思い浮かべてしまうような風景ですよね。戻って看板の右側に行くと、あ、ハニワさんが出迎えてくれていて、ここの階段を登りましょうか。ここにもはしごがあってショートカットもできるんですね。あー、そうすると一軒のお家が、ちょっとここにはピンクが入ってきた。可愛すぎる。色の統一感がすごいって話をしたんですけれど、その中にもアクセントカラーをエリアごとに使い分けているんですね。なるほど。めちゃくちゃ可愛い。後ろの背景にも中世の街並みのピンクを使って、今までの美しさに可愛らしさがプラスされてて、素敵すぎる。あと、ところどころにさ、バブルマシーンが隠してあって、シャボン玉がね、浮いてるんですよ。これもなんかメルヘンさがプラスされて、すごく可愛い。うわー、ちょうど夢番地が朝焼けの時間帯で差し込む光も綺麗ですよね。大きな歯車タワーも置いてある景色が見えてきたけど、お、ここはなんかまた違った景色。あ、マスターの看板がある。あ、もしかして、うわお、博物館前にドドンとお城の門、お城のね、壁を活用した作りになっています。すごいなんか入り口ぴったりだね。確かにこの発想も新しすぎる。ちゃんとマスターからもらったさ、コーヒーの木を置いてあるところ、いいね。そしてラベンダー畑が見えてきたね。ラベンダーの看板も飾ってますからの、さらに上に登っていくと、うっ、畑が見えてきた。そしてナチュラルなガーランドを通っていきます。うわー、ここの道も好き。ガーランドね、くぐるときワクワク感半端ないよね。うわー、なんだここ。マイデザインで斜めの橋が架けられてる。すごくないこれ。トリックアートみたいに立体。具体的にマイデザインが書かれていて、うさぎさんが橋の上を渡っている表現がされてますね。住民さんのお家も近くにはあって、ハニワさんもたくさんいるところが、すごく事務的には大好きなポイントです。あ、噴水もある。真っ赤に染まった赤いスクーターが止めてあるその奥地には、なんだこれ。またちょっと変わった異様な景色が広がってきました。遺跡エリアとでも呼んでもいいのでしょうか。大量の光苔の石像がこんなに可愛く活用されるとは思わず。からの真ん中の埴輪。ぱー。果たしてここに祈りを捧げれば、売り土地に来てほしい住民さんが来てくれるという言い伝えがあるのではないでしょうか。なぜかたくさん建てられているたぬきちの売り土地看板が気になります。その手前側には一軒の住宅地。お、こっちから行くのかな？ガーランドをくぐって、黄色の花がもう見えてきたエリアにたどり着き、あ、ここが入り口。うおー、この低木で入り口をかたどるのも素敵ですね。カメラを起動すると、こんな感じ。お、ちょっと待って。あそこに何か見えるぞ。隣のトトロ、トトロ、トロトロ、トトロ、トトロ、トトロ、発見。島主さんのツイッターをね、眺めさせていただいたんですけれど、ジブリ要素が少しプラスされている噂もあります。これめっちゃ可愛いね。どんぐりたどったらトトロがいるという設定が素敵すぎる。そしてまた道なりに進んでいきます。このレンガの道すごい好きだな。こけたレンガ。うわ、人参畑。可愛い。うさぎ住民さんとか？文次郎、狼だったわ。文次郎は意外と草食系男子なのかもしれません。
すごい可愛いね、この一種類の野菜だけを家の周りに植えるの。あ、待って、高台から船が、おお、こんな上から見えるエリアも作り込まれていて、すごい、ちゃんと魚釣れてますね。そして階段を降りて、2段降りて、このフィックスはしごの使い方もいいね。あ、待って、まさかの緑の遊園地が登場した。おー、小さいメリーゴーランドコーナーが現れました。うわー、なんか自然かける遊園地って結構さ、馴染みにくいかなと思うんだけど、キノコのスクリーンとか広場系の家具を使って、綺麗に木の中に馴染ませられていますよね。可愛すぎる。ここで風船買った設定にしよう。この風船を機に遊園地からさらに手前に行くと、おお、キャンプサイトがあります。うわ、かわいい。キッズテント、そして白のチューリップのびっくり箱に囲まれたキャンプサイト、もう本当にね、色味がね、かわいすぎるんですよね。真ん中のキャンプが特別感があって嬉しい。そして手前に進んでいくと、たくみライフの植木鉢や野球セットなんかが段ボールの上にある。おー、たぬき商店周り。うわー、この右側にさ、ヨットの錆びれたリメイクをね、ペンキしてる感がめちゃくちゃ良い。空の自販機の緑や、サインランプなんかも、このオープンのサインランプの緑と、たぬき商店の組み合わせがめちゃくちゃバッチリすぎる。この使い方すごい。手前にはアヒルのおもちゃもあって好きです。斜め橋を渡って、森の中をどんどん抜けていくと、お、今度はお花屋さんかな、植物屋さんが見えてきた。たくさんの観葉植物たちが売られていますね。このモロッカンなトレイテーブルが結構お見かけするんですけれど、こういったくすんだ色のレイアウトにすごく合っているのかもしれないですね。ジムもこれ使ってみたい。一度案内所に戻って、今度は右側に進んでいきます。ラベンダー畑からの斜め橋、こちらを渡っていくと、うさぎさんが洗濯物の前で遊んでおりますね。たくさんの洗濯物がある。その先に、あー、ブンブンブンジロー。ブンジローくんこそガオー。ガオー来たーきっとブンジローくんのガオーがメイプルちゃんに伝染したんでしょう。さあ、この階段を登っていって、ガーランドを抜けると、うわー、ここもめちゃくちゃかわいい。この家の外観がきっとハピパラでチェンジした外観だよね。メイプルちゃんの家、かわいい。扉が緑になるだけでこの島にぐっと馴染みますよね。もともと赤色なので。あ、ここの斜め道すごい好き。うわー、見てください。ここのスクリーンショットは拝見していたんですけれど、この雰囲気すごい好き。あ、社長も写真撮ってくれる。パシャ。タバネさんは本当にいろんな道をね、たくさん組み合わせて使うのが上手すぎて参考になりすぎる。こういったちょっと緑に侵食されている道も可愛いですよね。そして待って、ここにさ、秘密の埴輪たちの隠れ家が。あのさ、夢の中だとめちゃくちゃね、埴輪の声とか響くんですよ。それに気づいてしまった。なんで、あ、なんか聞こえると思ったら埴輪がいるところを探してみるのも楽しみ方の一つかもしれない。アンドンに鳩の数枚デザイン貼ってるのセンス良すぎ。かわいすぎ。いやー、斜め道いいですよね。歩いてるだけで楽しくなる道だなって思います。ジムも導入してみたい。そして奥の階段を登ると、あ、ここにも埴輪さん。おー。いやー、音楽が奏でられてますよ。素敵な音楽が。埴輪さんもね、全体的に緑色の埴輪さんがチョイスされていて、本当にこの島に暮らしている様子が伺えちゃいますよね。島主さん発見。舞さん、かわいいは正義。それめっちゃ可愛いっす、この島。ガーランドのトンネルをくぐって、左側に抜けてみようかな。長い階段を降りると、うわ、この住民さんの外観も可愛いし、そこに赤のポストチョイスがいいですね。からの再び斜め道。いや、なんかもう空気が美味しい、この島。ほんま。本当に何度でも何度でも、
お散歩したくなるような、そんな素敵な島でした。はい、いかがでしたでしょうか。ジムはこれからも素敵な島の夢を紹介させていただきたいと思っているので、チャンネル登録と高評価ボタンのポチッを押してまた見に来てもらえると嬉しいです。タバネさんの卵マヨトースト、ぜひ皆さんも概要欄の情報をチェックして素敵すぎる緑の中に足を踏み入れてみてください。タバネさん、本当に素敵な島の公開をありがとうございます。それではジムでした。バイバイ。